そう、2回目の M ステです。なんか発表された時はそんなにだったんだけど、前日になってめっちゃ緊張して ちょっと踊ろうかなって思います、配信終わったら。おきちゃん、お部屋おしゃれで安定して綺麗だね。少し寂しい。まあね、部屋の綺麗さは心の乱れだからね。片付けました、昨日一昨日ぐらいに。いやー、緊張する。頑張ります。皆さんぜひ明日の夜はテレビをつけて探してください。おきぽをお探しくださいませ。よろしくお願いします。何この神ってギフト 私神になってしまった、もしかして。なんかちょくちょく投げられる、唐突に投げられる神という文字 ありがとうございます。どうやら神になったらしい。にゃーん、ゴッドです。いい推しの日、いい推しの日。あれ、今日って11月3日か、明日か。何この巻物 何今交換しかないって出てた、何今の。どういう どういうやつ。ありがとうございます。びっくりしたわ。なんかやってるみたいですね。癖が強いですね。そう、明日 M ステ。なんかすごい回ってる。なんだ今、タオルかプロペラか。そう、今日岡山のイベントでした。あー、巻物ありがとうございます 気になるね、これ。なんか書くんみたいな、ドドン。 YouTuber でよく使う効果音つけてあげたいわ。ドドン、ドラムの音ね。私が鳴らしてあげたい。ありがとうございます、ギフト。ドドン 推ししかかった。岡山楽しかったよ。ありがとうございます。今日はね、岡山の方でイベントがありまして、まあ、ツイッターとかに書いたんですけど、岡山城のね、岡山城がリニューアルしたんですよ。それの、なんて言うんだろう、お披露目みたいな、お披露目イベントありまして、6人ぐらいで出てきました。ギフトありがとうございます。すごい、タオルやら巻物やら 推し活ギフトってやつですか。楽しかった。今日フリー観覧だったんですよ。いつもはこう整理券とか配ったりとか、こうファンの方が、なんだろう、待ってくださって並んでくださったりとかして、やることが多いんですけど、今日はフリー観覧だったから結構STU のファン以外の方も多かったんじゃないかなって思います。すごい、ファミリーとかおじいちゃんおばあちゃんとか結構いました。めっちゃ人たくさんいた。楽しかったです。ありがとうございます。今日私コンディション良すぎてどうしようかと思いました。本当に配信がないのが残念だった 自分で言うスタイル。コンディション良かったですね。でも家に帰ってきたらあんまそうでもなかったんだよな。なんでだろう。なんでだろう。衣装の効果ですかね。可愛かったんですよ、割と今日は。ちょっと今日のコンディションを
明日にも持ち越したらいいな。自然光効果あるかも。しかもね、いい具合のこう昼間のなんかもう目も開けれないとかじゃなくて、いい具合の自然光だったんですよね。いや、今日楽しかったです。皆さんもぜひね、リニューアルした岡山城見に行ってみてください。ライトアップもしてたらみたい。私そこまではいられなかったんだけど、落ち葉も良かった。いや、そうなんですよ。なんか待ち時間、楽屋も外だったんですけど、こう楽屋にいて空を見上げたら、もうすごい紅葉がねパラパラ降ってきて、一人でエモいエモいって言ってたんですけど、誰一人なんか返事してくれなくて、私の心のもみじは枯れてましたね。すごい紅葉だったんですよ、公園でねやったんですけど、すごいパラパラパラって降ってくるから、もう本当に一人でエモいエモいとか言ってたんですけど、めっちゃメンバー周りにいるんですよ。周りにね5人ぐらい、5人っていうか全員いたんですけど、誰一人答えてくれなかったです。みんな多分上を見るあれがなかったのかもしれません。Mステ当日にダンスリリック400万いけばよかったけど、あと3万回ちょっと私が後で3万回再生しときますね。すごいね、前回300万再生いったばっかり。そう、楽しかったです。次はね、徳島でまた今日みたいな感じでライブをさせていただきます。イベントです。阿波踊りイベントみたいな、阿波踊りとキッチンカーかな、徳島であるんですけど、イベントがね、そこのステージに立たせていただきます。よろしくお願いします。まあ NAB シアターの方も立たせていただきますし、ライブとイベントが結構盛りだくさんですね。楽しみだ。岡山城みたいな黒い服、そう、なんかこう見ると面白い服着てますね私。ハンターハンターに出てきそう。読んだことないけど、阿波踊りは踊るの。阿波踊りはそれが踊らないんですよ。踊りたいね、踊ったことないから。イベント多い。そう、11月今週と来週は多いかも。まあそれ以降はそんなになんだけど、割と暗闇。そう、今日暗闇披露しました。その岡山城がなんか黒いんですよ。漆黒のお城で、それに合わせて今日の一発目は暗闇を披露させていただきました。小鉢さん、熊タワーありがとうございます。私書いてるんですよね、小鉢さんに、前回のタワーのお礼。でももうちょっとしたら見せようかなって思ってたんだけど、ちょっと新しい方を書こうか。そうだから雨城、そうカラスのね城って書いて雨城って言うんですよ。岡山城のなんか別の読み方が。そう、暗闇でね、岡山だったから今日はセンターをさせていただきました。なんか暗闇でセンターできるのめっちゃ嬉しい。よいしょ、小鉢さん、タワーありがとうございます。大好き大好きって書いてある。熊タワー、あと
この間の10月31日のタワーの分ありがとうございます。いるかな、ちょっとね2人ね、あと2人にもタワーのお礼したいけど、まあ現れたら見せよう暗闇聞くと楽しい、一周回って暗闇聞くと楽しい。私も一周回ってなくても暗闇楽しすぎてやばい、私多分暗闇が本当に歴代最高に好きかも。なんかこういろいろやらせてもらうんですけど、 STU の曲、そのフェスとかで6人バージョンとか、まあ、7人バージョンとか16人とか、まあいろいろあるけど、なんか暗闇がデイセンターできるのが一番嬉しいなぜなら、まあ、好きな曲もあるけど、なんかめっちゃもうセンターはセンターって感じの振り付けが嬉しいですね走りたいのよいつも、落ちサビ、生きることに傷つきうろたえて無様でいたいのところね、落ちサビ走るんですよ。あれが走れたらもうめっちゃ嬉しいって感じあそこに選ばれたらよっしゃーってなるそうなんです。センターしか走れない、そう6人バージョンだとセンターしか走れないんだよね。16人だと3人走れるんだけど、いやいいよね。いやコロナでなくなっちゃったフェスで、なんかその暗闇でセンターやることになってて、なくなっちゃって、結構前になくなったイベントだったんですけど、16人でセンターだったからすごいね見せたかったんですよ。でも見せる機会がなくなっちゃって、いつかどっかでできるからやりたいセンターできるからやりたいな。めっちゃ16人で時に走れるのレアだから、いや、やりたかったな。そうなんですよ、かな。有力人選抜のきちゃんセンター見てみたいわ。なんか多分ね2回ぐらいやらせていただいたことはあります、その日替わり曲みたいな、おきどきSKE さんでやったおきどきはセンターでやらせていただきました。あれ何年前だろう、2019年とかかな、もう 2,3 年前ですね。以来ないかな。欲しいですね頑張ります。そうなんですね、おきどき、ちゃちゃちゃららせんちゃんちゃん、愛があればおぎどぎ、どんなつらいことでもきっとなんとかなるよ、うんふ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 ん。今日は楽しかったです、ありがとう、こちらこそありがとうございます。また行きたいですね、岡山。岡山までバスで、いやいつも岡山だって車なんですけど、今日は新幹線で行って帰りました、珍しく珍しかったですね。割と岡山だと車で行くことが多いんですけど、新幹線で行きました。いいね、ね、リッチ、そう今日リッチ移動だった
早く着きましたよ。マイカーで3時間でした。3時間はかかるのか。広島も割と結構かかるかも。どっちが楽？いや正直ね、新幹線の方が私あんま好き、なんて言うんだろう、岡山に関しては車で行く方が好きかも。なぜなら広島駅まで行くのが割と私は面倒だから一回乗ったらもうそのままで現地まで着く車の方が好き。駅行って新幹線乗って駅降りて現場に行くっていう方が結構大変かも。個人的には寝てたら着く そう、なんかもう移動時間が長ければ長いほど割と嬉しい。まあちょっと夜行バスほど長いとちょっと体がもうバキバキだけど、酔わないのね。酔わないですね、あんまり。基本ずっと寝てますね またね、岡山でイベントあった時はよろしくお願いします。ぜひぜひ。徳島どうやって行くんだろう。あんま行ったことないからいつもどうやって行ってたか分かんないな。船かな。でも関西いるからな。関西から直かな。こんばんは。こんばんは。おっとっと、明石海峡大橋かあるね。そういえばあんまり行ったことないかも。瀬戸大橋以外の橋にあんまり面識がない。楽しみだな、もし明石海峡大橋だったら岡山にバイクで行くんだけど、おすすめスポット、あれバイクか。バイクだったら、いや名前忘れちゃった。なんかすごいね、崖みたいなところがあるんですけど、瀬戸内の声の MV にも映ってる、なんだっけ、なんかねあるんですよ。あれってツーリングできないのかな。名前忘れちゃった。なんかすごい景色のいい崖忘れちゃいましたね。何だったかな。ちょっと瀬戸内の声ロケ地で調べてみてください。でも結構有名なところです。今日の岡山城や後楽園、あ後楽園もいいですね。楽しんでください。バイクは大変だけど。王子が丘、あ王子が丘かかもしれないかもしれない、うん、アームカバーっぽいお洋服。そう、一応つながってるからアームカバーじゃないんだけどぽいやつ着てます今日は、うん、明日も頑張ります。今月すごいいっぱいあって嬉しいな。今月結構いろんなとこ行くんですよ。沖縄、長崎、大阪、徳島、今日は岡山、明日東京。楽しみ。まあそんな観光とかできないんですけど観光とかはできないんですけど、結構行動範囲広め。そうなんですよ、11月はね。でもなんか
最近あまりいいことがなくて、うん、なんかプライベートですよ、プライベートであまりいいことがなくてはーってなることが多いんで、ちょっとそのいろんな土地に行ける分ね、楽しもうと思います。今日もね、一元なりが朝あって、あの私カフェラテをよく頼むんですけど、あのコンビニ行ってね、カフェラテ、あのアイスのカップのあれを買って、でこう押そうと思ったんですよ、コーヒーを押そうと思って、こうあの入れた瞬間カップが倒れて、であって思って開けたらもう氷が全部出てきたんですよ、ボロボロボロって。でもうそこで一元なりなんですけど、しかも結構人が待ってて、コーヒーとかカフェラテ待ちで、なんか私が氷をこぼしたことによって混雑してしまってて、もう私はもう氷だけシャーって回収して飲まずに、そのカップをもうゴミ箱に捨ててしまって逃げるようにコンビニを去ってしまったんですよ。もうで1カフェラテ代分を無駄にしてしまったっていうげんなりがあって、もうね私多分周りの人の目を気にしすぎてもう告げなくなってしまって、そうなんですよ、2げんなり、そうなんですよ。でこれが行きの今日の岡山に行く前のコンビニでの出来事で、で帰りにもまたコンビニ寄って、ちょっとリベンジしようと思ってまたカフェラテ買ったんですよ。でお会計するときにペイペイでって言った瞬間、その腕があのレシートボックスに当たって、あの今ってお客さん側の方に置いてあるじゃないですか、なんか自分でピッピするから、それで私はレシートボックスが全部こぼれ落ちて、たまりにたまったレシートを床にあの散らかしてしまって、あーすいませんって言って、こうやってシャシャシャって取って、もう悲しくて、カフェラテは飲めたけど、もう4軒なりぐらい今日してプライベートで、なんでね、なんかちょっと最近あんまりいいことがなかったから、しかもねメンバーとかも誰もいない、こう誰にも見られてないとこでひっそりとなんですよ、こう店員さんと私しかいないところとか、知ってる人のいないところで失敗をしてしまったということで、もうねげんなりでした。うん、なんか重なるよねこういう日が。うん、なんかこう何とも言えないげんなりが重なってしまって、ため息つきまくってましたね今日は。でもいつもそうなんですよ、いいことがあると悪いこともちゃんと起きるから、私の人生、まあ明日がミュージックステーションに出られると思って、その分のこう使ってしまった運を今日のここのね今日のこのなんていうの、不幸で補ってるのかなって思いますね。もうこれに関してはねちょっとしょうがない、うん、だって私オーディション、ドラフトのオーディションに合格したその日にあれだから、雪で帰れなくて野宿したから東京駅で、もう多分そういうね星の元に生まれてるのかなってまあ思いますね。タオルありがとうございます、ブンブンブン回してくれて。明日はいいことあるなんかそういう歌詞ありましたよね、なんだっけ、明日はいいことかあるかもしれない、片隅で一人泣くより人混みの中で泣きなよ。出張公演当たったよ、なんか出張公演当落すごい、私のファンの方外れてる方が多かった、
当たってますか皆さん。なんかね、なんか私最近こう多分人に見られたくないことを、おおすごい、なんだこれは、ありがとうございます、パワーすごい、ピース虹がかかった。とうとうさんありがとうございます。ラララ虹が虹が空にかかって、君も君も君のなんとかも気分も晴れて、きっと明日はいい天気、きっと明日はいい天気。小学校の時に歌ってた曲です。書きます、よいしょ。そうなんですよ、最近なんかツイッターとかでサークル機能みたいなあるじゃないですか、そのサークルに入れた人しか見れないようにするやつ、あれのリプとかですごいめっちゃ何人もがなんか NAB シアター落ちましたって、なぜかサークル内で私に伝えてくる人が多くて、そうなんかってかわいそうにかわいそうに、どっかでね、どっかで入れるとええなって思いました。それでは、外れた人に気を使ってるんやね。そうなんかな。トトさん、タワーありがとうございます。おきちゃんしかサークルに入れてません。ね、私見てますよ。ありがとうございます。あともう一個あるんです。10月31日の分もありがとうございます。でもサークル、その私しか入れてないっていう人もいるし、なんかメンバーを入れてるっていう人もいるから、すごい他のメンバーへのメールの返信とかも見れたりするから、ちょっとあのちょっと気まずいって 見ないときは見ないようにしてあ、これ見ちゃダメだって思ってスッと見なかったことです。シュッと、なんか分かるようになるんですよね、こうさ、このサークルに入れてる人しか見れませんみたいな。ね、おきさ、おきさ、おきさの姫。ロケーティさん、タワーありがとうございます。なんだろうこれ。人知を超えた尊さでいいのかなこれ。どんなタワーやね。ありがとうございます。尊いタワー、尊いタワーか、尊いがタワーになったら人知を超えるんだ、よいしょ、ありがとう。これなんかイベント中、もしかしてそういうわけではないのか。少々お待ちくださいね。うわ、ニコちゃんマーク書こうとしたのになぜかアンパンマンになってしまった。ドーケーティさん、尊いタワーありがとうございます。ちょっと見えにくいかな。サンキュー。推し活イベント中、推し活イベント中、足がちょっと痺れてきた。タオルもらえるらしい。あんの？
何のタオルがもらえるんだ。アソパソマソです。ショールームのクマのタオルがもらえる。すごしばらく行ける日程がなさそうです。ありゃ頑張ってください。クマの防湿着タオル、ショールームで思い出したけど、この間アンピーが記念配信してたんですよ。千日記念みたいな。めっちゃコメントして星投げしました見てました。岡山城ライブ行きました。ありがとうございます。嬉しい。最近さ、私ツイッター連携外したんですよ。でそのなんかなんでかって言ったら、こう、まあ、自意識過剰だけど、おきちゃん見てるよみたいな感じでツイッター連携してるから本物だよみたいな流れになるのがちょっと申し訳なくて、私は多分普通にファンとして見てるから、こう連携外してポッて名前でやってるんですよ。だからそんなにアンピーとかのショールームでは気づかれてないんですけど、なんかソラハがめっちゃ認知してて、私のこと、私コメントせずにソラハのショールーム見てただけだったのに、なんかソラハが急にショールームでなんか、ゆうかちゃん見てますねって言われて、なんかそのここにわかる、でも壇上登ってなかったのに、このルームに入ってるアバターでなんかバレてて、みたいな、私びっくりした。私さ、こう SNS とか見ながらこうラジオ感覚で聞いてたんですよ。そしたらなんか言われて、そしたらなんかソラハのショールームのコメント欄にソラハのファンの人が、名前変えても分かるからねって、なんか急になんか謎の恐怖発言をしてて、名前変えても ID で分かるからねって言われて、汗って感じでびっくりしました。そうなんやって。まあいいんだけどさあ、すいません、ソラハの配信でバレないようにどうやってね、次から見に行こうか迷ってますどうやって ID とか見れるんですかね。初めて知った。 ID バレしました。アカウント ID があるらしい。でも確かに私覚えてるわ、自分の ID AKB ドラフトサード29みたいな ID だった気がするっていう私のしたこの間の恐怖体験、恐怖新聞です。窓割って今度届きます僕の ID を見れる。いや携帯だと分かんないんだよね、そんな ID とか。よく分かんないですよね。なんかあのショールームのプロフェッショナルが見れるんじゃないんですかね。ちょっと私は分かんないですねPC だったらソフト使えば分かる。それ何のために、何のためツール、ソフト気になる。何のために使うんですか。使ったことある人教えてください めっちゃ気になる。おきちゃんの配信見てるメンバーいないの。あ、でもソラハがその配信で最近ゆうかちゃんの配信見てるんでって言ってた気がする。おきちゃんを探すため、わおやばいね。自治中できないじゃん、そのコメントやめろよなんて言えないじゃん。今度からの自治中としてのプライドが浮きちゃん追われてますね。急に謎に追われてるっていうねことがありました。まあ、話戻すとアンピーの配信面白かったですね。明日誕生日ですね。なんか一人で司会しててびっくりした。アンピーが一人で喋ってる。
いや、まあそれ千日もちゃんと一人で配信してるんだったらね、まあ、それはできるんだろうけど、なんかびっくりしました。アンピーが一人で一人で喋っている、一人で進行をしている、ちいかわが。可愛かった。可愛かったですね。アンピー今夜ひまたぎ配信します。やばい、見るしかない。うわー、もう早寝しようと思っとったのに。アンピー、アンピーに課金しよう。あのショールームじゃなくて LINE で LINE で LINE ギフト送ろう。ちょっと買いに行く時間がなかった、ごめんなさい。私アンピーにリアル課金できちゃうんです、ごめんなさい。生身に課金しちゃうんです。ちょっと皆さんの思いも組んで投げ銭しときます、うん、すごいよね、ムステの日に誕生日って本当についてるよね。おきちゃんの口座に課金したい。いやー、なんか捕まりそうで、やめとこうやめよやめよ捕まりそうでやめよ、うん、いや私ね、でもなんか今はこう配信とかで皆さんが課金とか、なんて言うんだろう、ギフトとかをくださるんですけど、本当にいつかね恩返しできるようにね、あの私がめちゃくちゃ稼いで、あのファンの皆さんになんか家一軒とか一人一軒あげれるぐらいお金持ちに なるんで、見ててください。皆さんの養えるように頑張るんで、任せてください。頑張ります。ツイッターでよくお金配ってる人当選しましたみたいな、やばいやばい本当に当たるのかなみたいなやつね、あのリツイートするあれね、頑張ります。いつか逆転するかな、楽しみにしておけ。おきちゃんがマンション買ってファンがそこに住む、え、あれじゃん、なんかあのいいやつじゃんそれ、なんて言うんだっけ、大家さんで収入を得る人賢い人じゃんそれ貯金してマンション買って、賢い人やん、家賃収入。最近不労所得、不労所得っていうか、最近さ、なんかネットでさ、なんか考察みたいなの見て知ったんだけどさ、名探偵コナンの毛利小五郎いるじゃないですか。毛利小五郎ってさ、初期の方をなんか半年ぶりの依頼だとか言ってて、全然仕事なかったんですよ。なのに娘も高校に行かせてて、半年も仕事ないのになんでだろうみたいなやつだったら、あのビル一角が小五郎の所有物で、下がねポアロっていう喫茶店なんですよ。でその喫茶店にビルの一角を貸し出してて、それでその家賃収入で生活してるみたいな、
ってて、みたいな、そんな、これファンが、ファンの多分勝手な考察だったはずだけど、なんかちょっと妙にリアリティがありますよね。ベストヒット外れて出張声も外れた、よしよしよすよす。ドラさん3人揃って M ステ、そう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 、ソラハがね、ごめんね話いっぱいビャンビャン変わって、ソラハがね、そうなんですよ、今回 M ステに出演ね、なんかいたんですよ、その時ソラハが M ステに出るって決まった時一緒にいて、コンビニ行ってて、ちょうどしたらソラハがコンビニの中でみたいな、もうめっちゃ大きい声出して、私なんか虫でも出たのかなって思ってめっちゃすぐ駆けつけたんですよ、店員さんに見られながら、ゲットありがとう。そしたらソラハが、はぁ、M ステに出ることになってんねんけど夢って言ってて、夢じゃないよってみたいな、ずっともうすごいびっくりしてる、もう本当にねリアルタイムで遭遇してました。めっちゃもう喜んでました、嬉しくなりましたね、私まで。ココアさんに今日舞台頑張ってくださいって LINE しました。そしたらココアさんのポジションで出るんですけど、なんかココアさんも M ステ頑張ってって来ました。本当はね舞台見に行こうと思ってたんですよ、ココアさんと磯貝さんが出る舞台、名古屋ので、マネージャーさんにも見に行きますって言ってたんですけど、なんかお仕事入るかもみたいな言われてて、見に行けなくなってしまいました。行かれる方はね楽しんでください。なんかすごいちょっと普通の舞台とは違う感じだったから調べたけど、うん、いかに舞台見に行く、楽しんでください。かのんちゃんが元気そうでよかった。磯貝さんね TikTok とか配信も始めましたね。ね、みんないろんなところでそれぞれなんか頑張ってますね。うん、ナンバの夜当たりました、お、ありがとうございます。カノンもホノタンさんもポコチャするらしい。ホノタンさんもそうなの、ポコチャってなんかすごいね、めっちゃ YouTube の CM で流れてくる、ポコチャって言われるうーん、そうなんだ、ギフトありがとうございます。そうなんだ、私ショールーム以外やったことないから、他の配信わかんないな、見るのもライブ配信ってほんと YouTube ぐらいだからな。昔ツイキャスとか結構見てたけど、もう今ねショールームと YouTube ぐらいしか見てないな。ポコちゃか、うん、磯貝さんダンスめっちゃうまい、そうなんですよ、大好き、ライブ配信ツール多いね、もう要はライブ配信、なんか中国とかすごいらしい、なんかニュースに流れてきた、そのライブ配信のなんかもう競争率みたいな、めっちゃすごいらしい、うん、将来見据えて YouTube の生配信してみませんか。一万人いったらやりたいなと思ってる YouTube、 まだ許可とか全然取ってないけど、でも今ね8000人いって、
年内ちょっと更新率がそんなに高くないか分かんないけど、まあ年内行けたら嬉しいかな。1万人ね、もう最近至る所で宣伝してる。でもなネタかな、まあでも今月中にはもう一個投稿されるはずです。出してはいるんで、提出したので、あとはね許可が下りるぐらい。うん、明日の M ステも撮る、撮る予定は今んとこはないけど、カメラは持ってかないけど携帯とかで撮れたら撮ろうかな。なんかショートとか撮ったことないから、ショートショート YouTube のあれは縦の方がいいのかな、ショートだと。ショートもなんか投稿してみたいなとは思う。明日はカメラ持ってかないの。明日は持ってかないけど、来週ぐらいになんかそのアイドルの1週間みたいな動画撮ろうかなとは思ってる。なんかいい感じの1週間があるから撮ろうか迷ってます。今企画どうしようか迷ってる。うん、迷い中ですね。楽しみありがとうございます。ソラハちゃんガチガチなとこ撮ってほしかったね。ソラハどんな感じなのよね、もう泣くんじゃないのかな、なんかそんな感じのそれ。YouTube ね。でも今日メンバーが YouTube 見て、誰だ、みなみさんだ、みなみさんが今日おきちゃんのチャンネル全部見てるよって言ってくださってた。ありがたい。いやーネタが甘いですよねって言って、なんか私世の YouTuber がやってることはあまりやろうとは思ってなくて、でなんかこう美容系も載せる気は全くなくて、そういうなんかメイクとかも載せる気はなくて、今日岡山城に来てくれた子かな、違ったごめん、そうです岡山城に行ってました。なんかもう本当に結構なんか新規開拓っていうよりめっちゃ本来のファン向け動画しか今んとこ出してない感じなんですけど、それじゃいけないのか、むしろそこを突き進んでいくのか、んもう迷い中、ちょっと迷走中きちゃんのメイクしてるとこ好きだけど、メイクはねまたこう違ったメンバーがやった方が伸びるんじゃないのかなって思うね。うん、じゃないかな。M ステの裏側とか撮れればいいけど、なんか前にミュージックステーションではないけど、まあ、M ステの裏側も出してるけど、前に本当に何だったかな、なんかの音楽番組さんでまた YouTube 始める前に撮ろうと思って、結構そのテレビその撮影されてる動画とかも撮ったんですけど、やっぱり確認してもらうとなんかやっぱ局さん、その局のなんか
許可とかも取れないから、あんまりもうほんと楽屋の動画ぐらいしかね取れないですね。難しかった。まあでもそういうオフショットでよければ撮りたいけど、おきちゃん自体が M ステでどう緊張してるかが見えてないんですよ。そうなんですよね、私一人でカメラと一人で撮影と編集やってるから、私が撮ってるから私を撮る人はいないそうなんですよね。しかもなんかちょっとまだ YouTuber なりしてないから、こう自分にカメラを向けるっていうあの構造、これができないんですよまだ。反対のこっちはいけるんですけど、こうがまだね慣れなくてね、ちょっとそろそろね4ヶ月ぐらい経つから慣れなきゃなと思います。さすがに、しかもマネージャーさんも忙しいしね誰か専属カメラマンスタッフさん募集中です。募集中でございます。よいしょ10時10 20分か、何時ぐらいに終わろうかな、まあ、もうちょっとします。1時間経って、今日はちょっと早めにやってるんで、いつもよりは早めに終わろうかなと思うんですけど、いつでも呼んでくださいぜひ呼ばせていただきたいと思います。いやでも頑張りますね、 YouTube もアイドルも。頑張るぞ。おう。今日寒くなかったね。ね、今日暖かかったですよね。でも最近毎日こたつつけてる。もう割と秋冬。M ステはどんなお弁当が出るの？前回はオーベルジーヌのカレーが出てました。メンバー大好きな。ちょっとタワーのお礼をねしてもよろしいかね。前回の塩さん、ちょっと遅くなったんですけど、塩さんハロウィンタワーありがとうございました。何気に今日が11月の初めての配信だったりします。ショールーム11月もよろしくお願いします。皆様11月もよろしくお願いします。ありがとう、こちらこそありがとうございます。よろしくお願いしますね。よろしくお願いします。ツイッターにさ、なんか11月もお姉さんと楽しもうみたいにさ、ちょっとやってんなっていうツイートしたら、めっちゃなんかいつもよりいいねが多くて3100ぐらいいってて、なんかちょっとびっね、うお、正直なものが多い世の中正直ものの多い世の中いや、私が私に戻れたのか、ちょっと一回考えました、いいね数で正直者が分かりますね
ありがとうございます。今日のツイートもぜひいいねよろしくお願いします。いいね&リツイートお待ちしております。正直者ですいません正直やね。福ちゃんのお弁当シリーズがライバル、あー今日のあかりんさんのツイートね、今日のあかりんさんのツイートねやってましたね。あれはやってましたね。でもリプラン見てもねやってるなって書いてありましたね。でもちょっとねメンバーのやってるツイートだってね、ちょっとなんかもうメンバーって結構割と家族みたいな存在だからちょっと恥ずかしくなっちゃいますね。向こうもそうなのかもしれない。おいちょっと汗汗って感じあでも眼福感服でございます。見習わんとあかんで、いやいやいや。でも載せないけどハロウィンの日はなんか太ももの写真をちょっと撮ってみたりしたけど、ちょっとさすがにこれはちょっとやってんなって思ったから消した、うん、私はなんかこう真面目にフェチズムとして好きなんだけど、多分皆さんとは違って割と真面目に本気で好きなんですよ。芸術みたいな感じで。でも皆さんは割となんかこう俗だからちょっとどうしようと思って消しました。真面目にフェチズムとは、いやなんか真面目なんですよクソ真面目だよ。いやもう皆さんの言葉はちょっと信頼しないときます。まだゴミ箱に残ってるでしょ。そうですね、ゴミ箱には残ってるかも私は結構本気で好きなんですよ。そんなかもう本当に全然語れって言われたら全然語れるぐらい。ノートあるじゃないですか、 NOT ノートになんか論文書けって言われたら書けるぐらいには好きなんですよ。でも皆さんはただ一瞬へへへって思って終わりじゃないですか。だからそんぐらいの一過性でねえ、私のねえ貴重な写真が思われるならちょっと、いやーちょっとこれはーって思って消しましたへへ論文書けるぐらいになったらあげます。お話し会で聞いたら語ってくれますか。全然語ります。トークしましょう。どっちが強いか、どっちが強いかトークしましょう起きちゃんで論文書いてやるわなんか嫌な歌い文句だな、うん、あそういう感じでございますね。何フェチ、もういろいろとフェチはありますよ。
でも私はそれらに対して真面目にフェチなの。いろいろと好きな部分とかはあるけど、真面目にフェチなんですよ。こじらせてる。あ、じゃあ一緒にしないでください。瀬戸チャレ見ました、ありがとう。今日も瀬戸チャレあります。我々も真面目。いやちょっと信用を勝ち取るまで時間がかかりそうですね。難しい。まあ頑張ってください。何よって感じだけど。ゲストありがとうございます。そうですね、信頼と実績がね。すごい、押しタオルいっぱいありがとう。頑張るしかないね、頑張りましょう。まあ何の話をしてるんだって話ですよね。生誕ティー買った、ありがとうございます。本当あと2日くらいじゃないかな、受付今週までだった気がします。今週ぜひ生誕ティー受け付けておりますので、明日までか、やばいやばい、明日までなので皆さんぜひぜひ、コンプラウサギちゃんとポコちゃんの T シャツ、書いてるのでぜひぜひよろしくお願いします。やばい、お腹鳴る。再販の支払いは今日まで。お、ありがとうございます。エクストレーションもね、発売しましたしね。今日初めて見ました、エクストラディションの CD。 めちゃくちゃ綺麗だった、画像がエモい。よろしくお願いします、エクストラエディションの方も。今日のズボンはこの冬にも履くの、寒さも我慢、冬にも履きますよ。でも最近ね、こういうちょっと空いてるやつとか着てたら寒いから、そろそろちょっと秋から冬にかけてはモコモコし始めるかも。ボンキちゃんも買いましたよ。ありがとうございます。今日はね、あったかかったけど、いやでも今日外だから日焼け止め塗ったんですけど、首塗るの忘れて首がちょっと赤くなりました。やっぱ日焼け止め塗らないとダメだよね。首のこの裏を塗るの忘れてて、ポニーテールしてたからヒリヒリでした。大事。ちょっともう取っちゃったから今は隠れてるけど、秋でも焼ける。今日日が出てたからな。おきちゃんの話し会申し込みしたけど、ことごとく外れて心が折れました。あらまあ、じゃあちょっとモチベ保つために配信とか遊びに来てください。ケアしてね。ケアします。冷やす。今日ポニーテールしてたんですけど、ポニーテール割と最近好きかも。これはちょっと違うけど、もうちょっと高めでしてたんですよ。ポニーテールしてると夢力踊るのめっちゃ楽しい。どれだけ揺らせるかになる、ここをね、シャイ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 。ちょっと
もしポニーテールしてる時に夢力見れたら注目してください。いかにブンブンできるか、そこにかけてます。夢力出そうぜ。世界で踏ん張れ。めっちゃいい匂いする。なんか整髪剤かな、整髪剤かな。隣のメンバーに当たらない。私のが当たったことあるのか分かんないけど、たまに他のメンバーの当たってうってなります。武器ですあれは。ポニーテールが当たって本当にね、無知、尻尾っていうか馬の尻尾っていうか無知、皮の無知ぐらい威力ある。パーン痛ぇってなります。でも髪だから本人は気づいてないんですよ。毛先ってそんな神経ないじゃないですか。意外と痛いんですよね。残りは新潟と秋葉原劇場だよね。新潟行ったことある。新潟行ったことあります、出張公演で。そうね、出張今年の出張公演は NAB さんと HKT さんと SKE さんのシアターに行かせていただきます。楽しみ、NGT さんの楽屋がめっちゃ綺麗で、やっぱ新しい劇場だったからかな。SKE さんはなんかお姫様みたいな楽屋だった思い出があります。あのね、新潟行った時になんか食べさせてもらったんだよね、焼きそば、なんクリーム焼きそば、んクリームパスタなんだっけ、なんかありますよね麺、あれを食べた思い出があります。 HKT さんのシアターは初めてですね。新しくなる前も行ったことなかったです。なんか食べたんですよ、ね、なんだったかな、あ、イタリアンパスタなんか食べたんですよ。美味しかった。ホワイトイタリアンってやつか、なんか美味しかった記憶がある。しかもコロナ前だったから、公演終わった後に打ち上げしたんですよ、その STU のみんなで。で新潟のなんか宴会上みたいな行って、めっちゃ美味しいお魚の刺身を食べた記憶がありますね。今そういうのできないから悲しいな。だからコロナ前2018年の時に出張公演ツアーみたいなのしてたんですけど、その時は毎回終わった後なんか焼肉とか行ってましたね。で毎日アイドルのメンバーがいっぱいいるから、カラオケボックス借りて毎日アイドルで配信して、でまたご飯食べるみたいな、焼肉とか食べてましたね。今はねもうコンビニでホテルでも一人で黙食。懐かしいですね。楽しかったですね。まあそんな毎回毎回ご飯してたわけじゃないけど、なんかの節目の時は打ち上げしてましたね、ツアーの終わりとか。2周年コンサートとか終わった後事務所でやったな。もうでもコロナになってからもう3周年コンサートはなかったし、 4も5も特にはなかったですね。まあコンサート終わってちょっと差し入れをみんなで食べるぐらいかな。うん、岡山城盛り上げてくれてありがとう。ありがとうございます、岡山城。うん、声出しいつ解禁、声出しね、解禁ね。でも結構されてる、 SKE さんが解禁されてましたよね。
ね、コール聞きたい、聞きたいね。なんかさ、ニュース映像みたいなので見たんですよ、 SKE さんの声出し公演。オーバーチアでさ、それ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 って言っててさ、あれ STU って言ってたっけって思いました。 STU って言ってましたっけ。それ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 って言ってないですよね、オーバーチアで。ふーとかよね。なんかあれ聞いたことないコールがあるって思いました。チームによって違うのかな。ね、SKE さんやりましたよね。 STU もともとなんか言ってないよね。何言ってたっけ。メシャンシャンシャン、あーゆー、多い多いか、レディー、多い多い、 STU 48 come on。 明日 M ステ見るよ。ありがとうございます。ぜひぜひお待ちしております。STU 特有のコールとかはなんかあるかな。あんまないかも。まあ防波堤で推しメンの名前叫ぶのとかかな。あんまり何かオリジナルっていうのはないかも。あるかな、うん、コール聞きたいですね。鼻垂れで鼻の名前言ってく鼻ミックス初じゃない チャンチャチャン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 、あーよっしゃ行くぞー。バラ、ユリ、キク、スミレ、タンポポ、菜の花、バンジー、チューリップもしこの世界から故郷が消えたら争うことなんかなくなるのに、ララ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 ラ桜、ひまわり、なな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 、ラベンダー、なな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 、いやー絶対浸透しないと思う、あまりにも。ダラララ、ラベンダーいい、なな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 、ラベンダー、でも分かんないから何が浸透するかなんて、何が浸透するかなんて分かんないからね。一人の人が言い始めたことがね、5年後には10万人が言ってるかもしれない MV は国境に聞こえるのに歌番組は東京に聞こえる謎。そう？でも踊りながらだと確かにさ、と おが大きくなるのかな。どうなんだろう。もしこの世界から東京が消えたら、東京が、私本当にね、多分初期から歌詞を見て聞いてるから東京に聞こえたことがなくて、これはもうあれですね、もう初めから正解をしてたらもうそれには聞こえないっていうやつですね。皆さんと同じ感じ方ができないんですよね。なんだろうねでも TikTok とかあまりにも多い、確かにコメント、ねえ、なんか知らずに聞いたらあるのかもね。
遊びに来たよん、やっほん、東京って歌っちゃえバレるよそれは。同じ曲で2回目、改めてすごいね。ねえ、本当にね、ありがたいですよね。ロングヒット。9枚目が逆にそういうどういう曲で来るのかわからない。次のシングルがなんか STU って結構なんか元々があんまりなんか盛り上がる系のソングっていうよりかはデビュー曲から結構一貫しているんですよね、雰囲気みたいなのが。でもなんかヘタレで急にちょっとロックになってしまう。失礼いたしました。充電挿すの忘れてた。よいしょ。ヘタレでねロックになって、でまた8枚目でちょっと前の系統に戻ったから次がどうなるのか。結構なんか明るいか暗いで言ったら割と暗めの曲も半分ぐらいあるから、てか次の曲調がどういう感じなのかわかんないんだよな。にゃんにゃんにゃん。何か訴えている歌詞が多いと思う。いやそうなんですよね、結構声に出して言うみたい日本語が並べられてるSTU の歌詞。次はいつ頃になるかな。ねえ、いつだろうね。そうなんですよ、結構どっちもいけるタイプです。なんか絶滅黒髪少女みたいな曲来ないかなうち絶滅黒髪少女しかいないけどどうだろう。絶滅の危機黒髪少女よ、はい、おう、こうしたい、ねえ、どんな曲が来るだろう。楽しみですね、カップリングも含めてだけど、どんな感じになるのか。花だれは永遠に語り継がれる曲だと思います。ありがとうございます、もうそう言っていただけて、絶滅黒髪少女がもしバラードだったらどんな曲調だと思う。どうなんだろう。絶滅の危機黒髪少女よ、保護したい、絶滅の危機黒髪少女よ、守りたい。戦国鍋テレビという番組、48グループのパロディで踊ったりキャッチ披露してた。戦国鍋歴史の授業で見てましたよ歴史の勉強でなんか48やってたね、なんだっけ、いや忘れた。
ありましたね。こんばんは、晩婚は。もうちょっとしたら終わろうかな。結構長めにお話ししました。ちょっとお水飲もう。これはライブの時に飲んでたお水です。もったいないからいつも持って帰ってます。おき、基本ライブの時にあんま水飲まないから帰ってから飲みます。おき、よいしょ。岡山城よかった、ありがとうございます。キャップに穴開けたやつ、今日の穴開けてないんでこの中に入れてます。でも穴開けたやつだとね、持って帰るとき結構大変だから、私は割とこっちスタイルでもいい。初見です、こんばんは。あさって誕生日です。あさってって何日？ 4、5、6、7、7か、おめでとう。誕生日の人多いね、なんか最近。あさって5日か、4月5日リネタンと一緒。リネタン4月5日か。リネタン面白いよね。リネタンってさ、人に挨拶するときに、いやめっちゃいいことなんだけど、なんかその5人ぐらい先輩がいたとしたら、なんか5人に向かっておはようございますって言うんじゃなくて、あの5人がこう並んでても、おはようございます、よろしくお願いします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 、一人一人に言うんだよね。すごいよね、本当に見習いたいところ。そう、超偉いんですよ。まとめてじゃないんですよ、ガチで一人一人に対してなんですよ。だから来るなって思うんですよ。あ、次よろしくお願いしますって言われるなと思って、ま、待ってる。こうやって私も絶対リネタは来るって思ってこう待ち構えて、この後だ、次私だ、ちょっとドキドキして。本当に素晴らしい。本当にね、湯浅さんへのリップ返しもめっちゃ丁寧。もう湯浅さんだけじゃなくても、本当に全員に丁寧っていうか、リネタンのさ、リップの仕方面白いよね。おはようございます、お疲れ様です、まず挨拶から入って、でも絵文字はバリバリ、なんかすごいよね。私どう返していいのか分かんなくて、いつもいいにしかできなくて歯がゆい。本当はもっと面白い返しをしたいのに全然返せなくて、いつもごめんねと思う。リネタンこの間カラオケ大会で倖田來未さんのモノマネしてたんですけど、めっちゃ上手くすぎてびっくりした。ほんとに映像化されてないのが悲しいぐらい上手かった
2位とか取ってたんじゃないかな、1位かな、なんか優勝してた気がする。どうもって言ってた。今日でクミです。歌もね、ライブ前の MC もそっくりだった。終わった後もずっと倖田來未さんだった。どうも倖田來未です。いや本当に面白かった、あれは一芸ですね。幼稚園児で倖田來未、そうそうそう、幼稚園児の格好でやってましたね。いやちょっといつかカラオケ大会、ちょっと次は映像バージョンでやってほしい。そろそろ終わるかね。よいしょ。オフカメラで撮ってないですね。もうでもリベタンショールームとかでやるんじゃない、もしかして、わかんないけど、やってくれそうだけどね。土曜の NAB 劇場公演当たりました。お、ぜひぜひお待ちしております。会場にいました。お、いいですね。じゃあそろそろ10時54分ということで、そろそろ終わりたいと思います。カメラマンとしては自覚が足りない。ちょっとそんなこと言われたら撮りたくなるじゃん。ちょっとリネタにもう一回やってって、じゃあ言うね、2回目で本気でやってって、本気でやってよリネタン、頼むからって。もう3カメぐらい用意しとく。ちゃんとスイッチャーも頑張るから。12月18日のクルージングツアーイベント参加しました、当選しました。おお、なんかやりますよね。いいな、私もやりたかったな、クルージング。私は出ないけど楽しんでください。じゃあそろそろ壇上を読んで終わりたいと思います。ますますマスカット、13位から読みます。13位サンピラーさん、12位一下さん、11位ペルさん、10位のすけさん、9位白熊さん、8位とりあえずルービーさん、7位りょうちゃんさん、6位バンボシさん、5位ヨシヒロさん、4位がトニチョリチョッパーさんでした。小さい会話までの皆さんありがとうございました。そして3位がローケイティさん、2位がコボチャさん、1位がトートーさんでした。3位から1位までの皆さんありがとうございました。そしてローケイティさん、コボチャさん、トートーさん、タワーありがとうございました。ありがタワーでございました。というわけで明日はM ステ2回目の M ステです。ちょっとこう見えて実は結構緊張しているんですけど、まあでも1年に2回も出演させていただくっていうことって、普通だったら今までだったらありえなかったことなので、ちゃんとチャンスをつかめれるように頑張っていきたいと思います。皆さんぜひ応援、そしてハッシュタグの方もね、 STU48 2回目の M ステっていうハッシュタグでぜひつぶやいてトレンド入りを目指しましょう。よろしくお願いします。ということで頑張ります。皆さんおやすみなさい。バイバイ。お疲れ様でした。ぽやーん。それでは終わりたいと思います。また明日夜お会いしましょう。バイバーイ。